はいどうもこんにちは。素朴な甘さが癖になる、あずきがむゲーム実況チャンネルでございます。ということでね、まあ、本日は黒い砂漠モバイルやっていくわけでございますけども、まあ、今ね、見てるページを見て、大体わかると思うんですけども、古代金貨、こちらをね、使ってシャカトゥーガチャの方、回していきたいと思います。そしてね、今回、このね、金貨でのアイテム確率っていうのが上がっておりますね。これ、全部神話上がってるということで、今までは、まあ、かなりね、まあ、数万枚引いてやっと1個出るかなぐらいで、だいたい平均すると3から4万枚に1個ぐらいの確率なのかな、神話の確率っていうのは。で、まあ現状ね、まあ1万枚あるということで、まあ1万枚引いて、ポンってね、何個も出てるようだったら、まあ、この神話の確率はめちゃくちゃ上がってるからみんな引いた方がいいよってことになりますし、まあこれがね、まあ相場にも大きく影響を与えるんじゃないかと思うわけでございます。で、逆にね、これで神話全然出ないようだったら、まあ、ちょっとしか上がってないんだねっていうことで、まあ、相場にね、与える影響も少ないのかな、なんていう、まあ、指標になればいいなということで、まあ、今回回していきます。で、とりあえず、今回は、ニスロ装備ね、私、頭と、補充装備が持ってないんで、まあ、頭から引いていきたいかなと思います。ということで、早速、引いていきましょう。まあ、最初はね、こうやって、まあ、なかなかうまくいかないこともある。ちょっと待った。気づいてよかったですね。これ、皆さんもね、気をつけた方がいいんですけど、こちら、引く前に、このね、戦力プラス。配られたと思うんですけども、今ね、討伐のボスがちょうどね、美味しくなってるんですけど、なんでこの戦力プラス使ってる人多いと思うんですよ。で、このね、重要なところが、黒いオーラ経験値獲得量 10% 増加ということで、まあ、こちらを使ってシャカトゥを引くことによって、経験値がね、10% 美味しくなるんで、その、まとめてシャカトゥを回す場合は、この、戦力プラス、戦闘プラスを絶対にね、忘れずに使うようにしましょう。ということで、私もね、使いたいと思います。レッツゴー。これで OK。少しね、まあ、慌てつくこともありましたけど、無事ね、2回で気づいてよかった。じゃあ、回していこう。いや、結構忘れがちだから、あれ。本当に。舐めてるようだけど。10% はね、でかいよ。しかもまあ、討伐含めるからね、俺この後ね、討伐の動画撮ろうかなって思ってるんだけど、その分でも相当あるからね。多分ね、今回、まあ1万枚で出てくれるならいいんだよね。できればね、ここであんま引きたくないっていうのもあるんでね、やっぱりダークナイト、だっけ？新しい職が多分1週間か2週間後ぐらいに追加されると思うんですよ。で、その時に、まあ、シャカトゥーガチャをある程度引きたいんで、その分も残しつつっていうことを考えてるんでね、まあ、とりあえずここ1万枚で、神話が2個出てくれると、まあ、こちらとしては全部ね防具がニスロになるんで出したいっすね、ここ、まあ、かといって、まあ、神話2倍ということなんで、まあ、かなり出るはずなんですよ。まあね、このガチャ動画では、まあ、割と僕のね雑談がねメインになるんだけど、神話が出なかった場合ね、結構ね今回ね話すことが多くて、今回のアップデートで、まあ、神話アクセの獲得率がむちゃくちゃ上がってるっていうお話をね、まずそこからしようかなと思うんだけど、タリシの商店で神話伝説唯一箱っていうのがね、アクセ唯一箱っていうのが、まあ400パール以下で出るみたいなんですね。でこちらの、まあ、神話、伝説、そして唯一、この確率がそれぞれ、等分らしくて、つまり 33% で神話が出る箱というね、ものすごいそのいい箱で、しかもそのタリスの焦点に出てくる確率っていうのが、まあ、約 1% とかなり高い。まあ、1% って言ったら他のゲームだとね、頭おかしいレベルなんだけど、このゲームの中だとかなりね、確率高い方なんで、そのブラックパールを今までね、アクセの焦点で伝説以上アップしてる時に引いてた人とかいっぱいいると思うんだけど、これからは、まあ、タリシの焦点を毎日開けていく。このリスト5回までね、まあ、交換可能なんで、まあ、それをやるってことがね、ものすごい重要になるみたいですね。で、まあ、それだけで、まあ、アクセね、結構、ギルメンとかもボコボコ出してて、まあ、強くなってるんで、これ無課金でも手に入る手段なんで、非常にありがたいと。で、もう一個が、パトリジオっていうね、まあ、承認が追加されて、
まあ、1日20回まで更新ができて、その中にある、まあ、やつで、まあ、好きなアイテムを買うことができますよっていうやつなんだけど、ここでもね、神話の装備だったりアクセが出るということで、ただね、これに関してはちょっと難しいところがあって、相場より高い値段で置かれることもしばしばあるみたい。お、神話来た、神話来た、神話来た、潜りかー、ギアス来いよ。はい、ちょっと一旦中止。はい、これめちゃくちゃ神話上がってますね。ということで、補助武器の方がもう一個ね、神話必要なんで、こっち補助武器に変えます。いいね、この幸先めちゃくちゃいいですね。てかだとしたら、これ多分みんなダークナイト用にさ、釈迦というの金貨回さずに貯めてる説あるから、ここでバコバコ出るようだったら逆に引いちゃった方がいい説もあるかもしんないね。今ね、神話の値段下がってきてるっていうものの、そこまででもないんだよ。下がり方がちょっと甘いから、まあそこだよね。そこを兼ね合いでちょっと様子見て、リストヘッジしながら回す方がいいのかなと思います。ちょっとずつ分けてとかね。まあ無課金で分けてなんてやってると、その神話鍵分が無駄、神話じゃねえや、戦力プラス分がね、ちょっと無駄になるから、まあそこは考えどこなんだけど、まあいっか。で、そうだそうだ、話戻して、パトレジオね、これがね、相場よりも高い値段で出ることが多いらしくて、交渉で、半額半額半額ってなってくみたいで、失敗したらもうそこで終了みたいな、足切りがあるみたいな形になってるらしくて、だからまあ発揮し言えば1発目とか2発目とかで失敗して、元の値段よりも高いこともあるみたいなんだけど、逆を言えば値切ることにめちゃくちゃ成功すれば、ものすごい安い値段でその神話のね、アクセだったりとかも手に入る手段があるっていうことらしい。ただね、1日20回でもう2日経ってて、3日経ってて3回ねチャレンジして、合計60回更新したんだけど、当たりのその神話装備っていうのは1回も僕のところには来てないんで、多分パトレジオ相当確率低いです。タリシの商店で神話のその神話箱を引く方がかなり可能性は高いのかなと思います。そしてね、これちょっとパトレジオあるあるなんですけども、パトレジオあるあるね、伝説の武器とかがね、かなり安く出てくることもあるんですよ。それこそ取引所最低価格の何パーセント引きみたいな状態のやつ、でそれが出てきた時は買った方がね、ものすごいお得です。やっぱり魔力の刻印、このゲームなんだかんだ言って必要なんで、まあ、素材にもなりますし、で闇の精霊の経験値にもなるんで、まあ、かなり美味しいということでね、皆さんぜひまあここで俺が言うのもおかしいな話だけど、まあ、やってみるのいいんじゃないかと思いますね。うん、その伝説だからといっていらないからスキップするんじゃなくて、安いのが来た時に、まあ、そのポチポチと、ね、そのまま更新するんじゃなくて購入するみたいなことも重要になってきます。で結構ね、ブラックストーンが出ると思うんだけど、ブラックストーンの束みたいなの、あれはね正直今の相場だったらお得なのか、あの束って1個開けると3個出てくるのかな、だから今ね、武器のブラックストーンの値段が多分4万ぐらいで3個で12万だから若干お得なんだけど、今までほら3万とか2万台いってた時あったから、その時に、まあ、引くと逆に言えば赤字だったということで、で今のね、俺の相場4万超えてる今の現状の相場だと俺買う気起きなくて、また安くなったら買おうかなーなんて思ってるわけでございますよ。まあ、なんで、まあ、総評して現状の相場で買わないんだったら、今のその何商人のその束のやつで買う必要もないのかなという形なんで、まあ、ブラックストーンに関しては、まあ、俺は買いません。皆さんはまあどうか分かんないですけど、本当に美味しい、めちゃくちゃ美味しいってわけではないということだけは言っとこうかなと思います。あ、ちなみになんですけど、防具が引けたらそれは美味しいんで、うん、まあ武器と防具確率が半々だとしたら、まあ若干美味しいのか、まあまあまあ美味しいのか、そう考えると防具の分を考えると、まあそういうことなんで、まあうまいことね、まあやればいいんじゃないかな。自分はなんか武器が出そうな気するし、うん、今防具のブラックストーンを一生懸命やろうかなという気にもならないんで、まあまあいいんじゃないかな。こんな話をしてると残り
4000枚近くになってますね。これで神話もう1個出てたら、この神話アップのイベントの効果はでかかったということで、今なんかいっぱい貯めてる人いるんだったら売っちゃってもいいんじゃないかな、早いうちにね。本当にあっても邪魔なだけってか、値段下がることがもう予測されてるんだったら売るっていう選択肢も必要だよな。逆を言えば買うっていう選択肢もね出ると思うんで、あの様子見てね、これ見て、あ、結構まだ下がりそうだな値段って思うんだったら、購入っていう方も意識した方がいいのかなと私は思いますね。そして新しいさ、そう新しいマップでメディア北部っていうのが追加されたんだけど、そこの繰り返し討伐が、ブラックストーンがねそれぞれ15個ずつでものすごい美味しいですね。あれちょっと驚きだったな。で15個なんで、あれを繰り返し討伐一周するだけで100万以上手に入るっていうことなんですよ。なんでまあ金策効率もいいし、でね、まあブラックストーンの効率もいいと、だから排出量が若干増えるんじゃないのかなと、まあ、思ってますね。で一応その何神話の超当たり神話アクセとかもドロップするんで、まあ悪くないのかなと。ただボス装備はドロップしないんだよね。そこが若干ネックで、今後のこの今回のねアップデートを受けて神話のアクセの価値っていうのがそれほど高くなくて、ボス装備の価値の方が今ねはるかに高いっていう状態なんですよ。まあ、なんで正直微妙なのかなと、そういうそこの面だけを考えると。だから今まで通り兵の墓っていうのの人気もあるとは思うんだけど、まあどっちがいいっていうのは一言でその人によって違うとは思うけど、結構私はね新マップに期待してますね。特に神話アクセ全然持ってない身なんで、アクセ重ねるっていうこともね考えられるんで、3個最低4つは重ねるわけだから、それを考えたらね、まあ、アクセの方が今出やすくなってるけど必要数も多いんでね、1人当たりのね必要数4倍になるわけだから、4倍、人によってはまあ5倍6倍ってなるわけだから、かなりね、まあ、重要かなと。アクセもなんで、まあ新マップで勝っていいんじゃないかなと思いますね。でボスの装備に関しては今後太陽神殿とかそのボス装備の方が出る確率が上がるっていうのが多分起こると思うんですよね。でまあもちろん今俺が引いてる釈迦というの方でも、まあ、出るわけだから、まあいずれボス装備1個出たらもうそれで他いらないっていう状態になるから、まあ、アクセの方が重要ということで、まあ、アクセを狩るっていう、アクセの出る、まあ新マップで狩るっていうのが私はいいんじゃないかと思います。で今ねアクセの話しててふと思い出したんだけど、まあ、今はまだなんですけども、今後のアップデで、アクセサリーね、今までは4から5にやろうと思って、でここで突破失敗すると強化値がゼロになってて、また1からやり直しだったんだけど、今後は、4から5が失敗したらこれがね1個下がるだけで済むみたいな話なんで、まあ、リセットじゃなくなるんで、かなりねそのアクセ突破難易度が下がるということで、まあ、そこはかなり、いいアップデートなのではないかなと私思ってますね。なんで、まあ、今アクセ持ってる人はやめましょうということになります。まあ、こんな話をしていたら、まあ終わってしまったと。ということで、結果なんですけども、まあ、神話じゃないね、補助装備に関しては、まあ、約7000枚ぐらい引いてんじゃないかな。まあ、ですけども、まあ、こんな感じで出ずということで。そして、防具の方が無事ね、神話の頭がドロップすることができました。まあ、これにてね、私、頭もニセロに変えられるということで、まあ、非常に嬉しいかなと思っております。まあ、総評してなんですけども、まあ、たかが1万枚で、出てるということで、まあ、確実に上がってるんじゃないかなという印象を受けますね。ただし、今まで6万、これでね、6万枚目ぐらいになってるんですよね。釈迦回してて、累計出てない数が。なんで、まあ、6万枚引いてて1回出るっていう確率、当初通りなような気もするっていうことで、正直、ようわからんっていう感じでもあるんだけど、まあ、でも、一期一会の確率っていうことを考えると、この確率、1万枚で1個っていうのは、おそらく今まで2、3万で1個だったから、多分ですけども、まあ、
倍ぐらいになってるんじゃない、神話確率2倍ぐらいにはなってるんじゃないかなという感じですかね、商標的には。はい、まあ、なんでどうなんでしょう、今後の値段下がるってことは、まあ、神話装備の値段ある程度はちょっとずつですけど一スローは下がっていくのではないかなと、まあ、私個人は思います。はい、てな感じで今回の動画これにて終了したいと思います。ぜひね、私の動画、まあ、参考になったなっていうのとかね、おこれでガチャ引こうっていうの決めたぜって思った方がいたらね、チャンネル登録高評価マジでよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。